今回は歯が汚いと目はどうなるのかということに関してお話しさせていただきます。学べ眼科の学ベです。動画ご視聴いただきありがとうございます。口の中を清潔に保つことは大切です。というと、多くの方はそんなこと当たり前だというように言われると思います。口の中が不衛生だと虫歯になって歯が痛くなって 歯を抜かななななければならいないととううようなことがありますよねでも口腔内の問題は単にお口の中のみに影響があるというわけではありません口腔内の不衛生な環境が血液などによって遠く離れた臓器に影響を及ぼすことが明らかになってきています実際目に病気が見つかると原因検索のために口腔外科に紹介させていただく場合もあります 今回は航空内の環境が及ぼす面の影響に関してお話させていただきます航空内における菌が体に影響するというのは実はかなり昔にも記述があります紀元前400年に医学の父と言われるヒポクラテスが抜歯することで関節炎を治したというような過去の報告が残っています関節炎と歯周病 一見何の関係もないように思えるんですが、実は非常に密接した関係があることが今では明らかになっています。リウマチなどの関節炎を発症している方が疾周病になりやすいんですが、これはリウマチによって手指の動きが悪くなるので、 歯磨きのような細かい動作がしにくくなるということやリウマチの薬でプレドニンといってステロイドを使うことがあるんですがその影響で航空内の環境が変化してしまうことで刺繍病が発症しやすくなりますそのためリウマチの方が刺繍病になりやすいというのは理解していただけると思うんですが逆に刺繍病が原因でリウマチになるというようなことも報告されています これは歯周病の原因となる菌に感染するといろいろな酵素を介して免疫バランスを崩したり自分の組織を攻撃する自己抗体というものが作られるためであるというようにされています。このように何らかの病気が原因で歯周病になるというだけでなくて歯周病がきっかけで何らかの病気になってしまうという理解が近年深まっているんですね。 関節リウマチ以外に全身への影響ですでに報告されているものとして糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞、アルツハイマー型認知症、肺炎、肥満、女性の場合、早産などに関係があると報告されています。病になると 歯周病菌によって毒素が出るんですが、それが血糖値を下げるインスリンというホルモンの働きを悪くします。そのことで血糖のコントロールが悪くなる、すなわち糖尿病が悪くなりますし、歯周病の治療をすることで血糖コントロールが改善するとされています。同じく歯周病菌による毒素や炎症物質が血管に炎症を起こして、動脈硬化を誘導すると考えられています。動脈硬化は血管そのものが硬くなって狭くなる病気です。 進行すると脳梗塞や心筋梗塞のような病気になって命に関わるような場合がありますアルツハイマー型認知症は脳内にアミロイド β というタンパク質が蓄積することで発症するとされていますが歯周病菌はこのアミロイド β の生成促進に関与することが分かっていますまだ十分に飢餓が明らかになっていないところはあるんですがこのような全身疾患への関与が多く報告されているんですね目には というと、緑内障、加齢尾斑変性症のような慢性疾患との関係が報告されています。2016年にオフサロモロジーで報告された内容によると、自分の歯を失った人や、歯周病と診断されている人は、低眼圧タイプの原発開放偶格緑内障、すなわち日本人に多い正常眼圧緑内障のことですが、1.45倍から1.85倍リスクが増加したという報告がされています。 同じく2016年にジャーナル・オブ・グラウコーマという雑誌でも歯周病と緑内障との関係が報告されています。原発解放偶楽緑内障の119名の成人被検者と緑内障ではない78人の健常者の歯の数であったり、航空内の状態が比較されました。結果からすると、健康な方に比べて緑内障の方は歯が少なかった。 虫歯菌の一つである連鎖球菌が優位に多かったという結果が報告されました口腔内の衛生状態の悪化とその結果起きた虫歯菌の増殖によって炎症が起きてその細菌の毒素や炎症物質が血液などによって視神経に関与して緑内障の発症に影響を及ぼしている可能性が指摘されています緑内障の唯一エビデンスがある治療は眼圧を下げる眼圧加工療法のみですが かなり低い眼圧でも緑内障が発症している場合もありますし、眼圧が十分下がっているにもかかわらず進行している方も見えます。緑内障の原因は未だ十分はっきりしていない部分もありますが、このような報告がされているので、口腔内の環境も緑内障の発症の一つの原因になっている可能性があります。また、カレオハン変性症とも関係があると報告されています。カレオハン変性症とは、黄斑部という視力の要となる部分に障害を起こす病気です。 この病気の主な原因として紫外線など光刺激による酸化ストレスと血液などからの炎症反応が網膜の中の網膜色素上皮細胞というふうに言いますが網膜の土台となる部分に障害を与えて病気が発症していると考えられています2020年のサイエンティフィックレポートによるとカレオアン変性症を発症している人とそうでない人を比較したところ航空内の菌で放線菌 という虫歯菌が多かったといいううように報告されています本来の口腔内の微生物の構成が変化してその菌によって口腔内で炎症が起きて先ほどと同じようにその炎症が眼球にまで波及していると考えられています。その他にも糖尿病網膜症や胸膜炎という目の炎症性疾患シェーグレン症候群というドライアイがひどい病気があるんですがそのようながん疾患との関係性も指摘されています。 今までは、ベーチェット病という病気によるブドウ膜炎であったり、感染性の眼内炎という病気は、口腔内と大きく関係があることが知られていました。ベーチェット病というのは、国内で指定難病にされている病気です。免疫の働きが過剰になって、全身の様々な部位に炎症を起こす病気です。目には、ブドウ膜炎という病気を起こすことで知られています。目以外に、口腔内のアフター性海洋というふうに言いますが、 口内炎ができやすい特徴があります。動脈炎の症状に加えて、口内炎のような症状がある場合、ベーチェット病の疑いということで、口腔外科に紹介させていただくようなことがあります。また、眼内炎という病気は抜歯で発症することがあります。不衛生な口腔内の状態で抜歯をすると抜歯した際に口腔内の細菌が血液を介して眼球に感染する。 とといいったような恐ろしいことがあります。頻度からすると非常に稀なわけですが一旦ななってしまううと最悪失明に至るような怖い病気です。このようなベーチェット病によるブドウ膜炎だったりがん内炎という感染症と口腔内の関連性は昔からよく知られているんですが最近だとそのような病気だけでなく先ほどお話ししたガレオワン遠征症や緑内障のような慢性的ながん疾患との関係性が少しずつ分かってきています。 まだこれから研究が進んでいくところではありますが口腔内を清潔に保つために砂糖を多く含んだお菓子であったり不要に抗生剤を使うことであったりタバコを吸うことやストレスがない生活を送ることに加えて定期的に歯科検診を受けることが大切ですね今回の話をまとめますとまず1つ目に歯周病が起きると歯肉に起きた炎症や歯周病菌による毒素が血液を介して全身に炎症を起こします 二つ目に、全身的には糖尿病、狭心症、脳卒中、認知症、誤嚥性肺炎、肥満、早産などと関係があるとされています。三つ目に、目の場合、緑内症や枯れ尾肝変性症、ぶどう膜炎などとの関係が報告されています。四つ目に、歯の数が少なかったり、放線菌、連鎖球菌といった虫歯菌が多くなっている人ほど注意が必要です。最後、五つ目に、半年に一度歯科検診を受けてください。という5点です。 厚生労働省が示す歯の喪失防止の目標として8020運動というものがあります。これは80歳になっても20本以上自分の歯を保つようにしましょうという運動です。歯周病はほとんど症状もなくどんどん進んでいくので今歯は痛くないし何ともないといったような状態でも歯科医院で定期検査を受ける必要があります。私もだいたい3ヶ月おきに歯科検診を受けております。 時間ををを割いいてて検診を受けていただくことをお勧めします。今回は口腔内の影響が及ぼす目への影響に関してお話させていただきました。この動画では眼科専門医が話す目に関するさまざまな情報に関してお話しております。良ければチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。